こんにちは。 YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田晃一郎です。今日はどうする家康、家康と秀吉はなぜ対決することになったのかというテーマで話していきます。大河ドラマどうする家康第31話は史上最大の決戦、天下統一への歩みを進める羽柴秀吉と徳川家康がいよいよ激突をする、そうした様が描かれました。じゃあなぜ両雄は戦をすることになったんでしょうか。天正11年1583年の4月、秀吉は織田家の宿老であった柴田勝家を滅亡に追い込みます。これによって織田家の当主の織田信雄を秀吉一人が支える体制が完成するんです。ところが今度は秀吉と織田信雄の仲が悪化していきます。三法師の貢献として安土城に入った信雄ですが、秀吉によりすぐに安土城から追われたことも関係悪化の一つの要因だったようです。一方徳川家康は信雄と接点を持って会見することもありました。例えば天正11年正月にはですね、二人は、今の名古屋で会ってます。とはいえ家康も秀吉の勢いを無視することはできず、この同じ年の5月には秀吉のもとに使者、石川数正を使わせて茶壺を送っています。秀吉もまたその返礼の意味もあるんでしょう。家康に使者を派遣し名刀を送っているんです。そうした中にあって秀吉と信雄の関係はますます険悪となっていきました。しかし信雄はさすがに一人で秀吉に対抗できるパワーはありません。そこで信雄が頼ったのは前々から接点があって会見する仲でもあった家康でした。家康もまた信長の子である信雄を支持します。こうして家康は信雄と連携し秀吉と対決することになったんです。天正12年の3月、信雄は重臣3人をですね、秀吉に内通したとの疑いで居城の伊勢長島城で殺害します。これは信雄の秀吉に対する宣戦布告と言ってもいいもんです。そして家康もまた3月7日には岡崎に行って、この同じ月の13日には清洲城にて信雄と会談しています。この家康の対応の素早さから見て信雄との間に前もって打ち合わせがあったことがわかります。果たして家康は強大な秀吉軍にどのようにして立ち向かうんでしょうか。ということで今日はですね、家康と秀吉はなぜ対決することになったのかというテーマで話を進めてきました。以上 YouTube 歴史塾濱田晃一郎でした。チャンネル登録お願いいたします。